令和4年1月19日キタット社内ニュースのお時間です。最初のニュースです。今週は士幌町から入ったニュースからお伝えします。町民発案の非公認ご当地キャラクターじゃがいもを使った地域おこしプロジェクトが始まって10年を記念する企画、ありがとうじゃがいも、一人の芋の物語が19日から道の駅ピア21士幌で始まります。じゃがいものツイッターのフォロワーは3万人と人気は根強いようです。同プロジェクトは2011年6月に始動しました。さぞかし大きなプロジェクトかと思いましたが、なんと町内の寿司太陽を経営する川崎康代表が一人で展開しているそうです。今月10日には自らデザインした缶バッジのカプセルトイを寿司店内に設置しました。行動力が半端ないですね。じゃがいもについてもっと調べようと当ニュースの取材班が士幌町の商工会のホームページをチェックしました。何やら戦隊もののメインキャラクターっぽい感じのバナーがあったので、よっしゃーと思ってクリックしてみると、当ホームページのトップに戻る仕様となっており、それ以上の情報は得られませんでした。この件について当ニュースでは情報を追跡することを決定し、特捜班を設けて現在調査中です。続報は後日お伝えします。1月14日、私たちが大好きな梅坊主さんが江下に出店しているということで、農園ギャルズが会いに行ったそうです。8時頃に行くと梅干しはほぼ完売だったとのこと。大人気ですね。翔志郎さんとみゆさんはとても気さくな方で、たくさんお話をしたりほんわかした雰囲気に癒されてきたようです。皆様、梅としそは食べていただけましたか？22日、23日は大通りのパルコの無印良品さんにて販売予定とのことなので、まだ食べていない方はぜひ足を運んでみてください。続いて商品情報です。今回は商品導入につながる会議についてお伝えします。1月6日、雑貨販売事業部で初めてのバイヤー会議が開催されました。商品部の佐藤部長の仕切りで進められました。今回はリモートで複数拠点をつなぎ、確か8名か9名という大人数で開催されました。参加メンバーには久々の会議出席となる方もいましたが、その分新鮮な意見交換が行われました。実際に商品についてディスカッションできる場はとても有意義だと参加メンバーは実感したようです。その効果もあってか、会議後1週間で15個の商品情報がバイヤーで構成される Facebook ページに上がっています。これらの情報はバイヤーと店舗が共通認識を持ってしっかり展開し販売することで初めて意味を出します。発注して終わりとか突然入荷してびっくりということだともったいなさすぎます。情報がしっかり伝わればびっくりするほどの結果が残せるでしょう。まずは3月の繁忙期に向けてしっかり準備をしましょう。なお、バイヤー会議は社内のスタッフであれば自由に参加できますので、お気軽にご参加ください。2020年に高校卒業で退職しましたが、1年以上勤務してくださった末澤優斗さんです。このお正月にヘルプで来てくれました。卒業後、東京の音屋でバイトを続けていて、とても素晴らしい接客でした。3A で学んだ宣言語例やお辞儀など、勉強になったとありがたいお言葉をいただきました。そんな末澤さんは、東京の専門学校で俳優を目指しています。夢は仮面ライダーになることだとおっしゃっていました。イケメンでしょ？今年卒業で事務所もいくつか決まっているそうです。デビューしましたら皆様ぜひ応援よろしくお願いいたします。当チャンネルで1月16日に公開されたお香に関しての動画をご覧になられたでしょうか。この動画を当初1月13日から14日にかけて撮影する予定でした。ところが記録的な大雪、吹雪の影響で撮影クルーが旭川にたどり着けず、いつも通りの環境で撮影できない事態となってしまいました。一見いつも通りの富田さんによる商品紹介動画ですが、いつもと少し違う部分があります。ご覧の画像は動画を撮影している場面です。クリーンバッグが新しくなったりもしてますが、今回はそれはちょっと置いておきます。そうなんです、今回の動画撮影、リモートで対話をしながら動画撮影をしたんです。富田さんのトークを生かすにはこれがベストと判断し、この手法でチャレンジしました。一方、撮影からの撮影クルー、こちらからはリモートでの対話を画面録画し、音声はこちら側のものが採用されています。必要に迫られるとまた新たな道が開ける面白い例です。動画を説明欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。スタッフさん紹介コーナーです。今回はナチュラルハイ長山店の北沢店長をご紹介します。2022年1月から店長に就任した北沢さんは、これまで副店長として活躍していただいていました。前店長の富田さんがチーフバイヤーになるのと同じタイミングでの店長就任となりました。北沢店長がどんな方なのか、当ニュースの独占情報でお伝えします。まずは、好きな食べ物は麻婆豆腐です。でも辛いものは苦手です。
続いて、好きな映画はホラー映画です。でも怖いのはあまり得意ではなく、叫び声で一緒にいる人をびっくりさせてしまい、よくクレームをもらいます。最近嬉しかったことは、ザ・ノースフェイスの大人気アウター、バルトロライトジャケットをゲットしたことです。運よく抽選に当たりました。また、当チャンネルの動画にもかなりの本数出演してくださり、特にチャムスの商品紹介の動画は、再生回数が5000回を超えるものも複数本あります。ちなみに、オッサンズの動画は50回くらい再生されればいい方ですので、発信者としては100倍以上優れています。また最近できた企画、雑貨ガールズ知恵袋では三者三様の個性を見ることができます。北沢店長のキャラもなかなかいい感じですので、ぜひ見てみてください。ここまで割と適当な情報をお伝えいたしましたが、北沢さんのインタビューや周りの方からの北沢さんエピソードなどがしっかりと見られる動画が公開されています。北沢さんのワンデールーティーンという名の一日密着動画です。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。以上、キタッと社内ニュースでした。